パーム。パームは、ジェフ・ホーキンスによって開発され1996年から販売された PDA のオナ。同時に、それを製造、販売する会社パーム社、1992年設立、その PDA に搭載されるオペレーティングシステムであるパーム OS を指し、さらに同 OS 搭載の PDA 全般を指して、パームと呼ぶこともは 昔はニュートンと今は Windows モバイルとよく比較される。パームの特徴は全、全オブパームと言われるフィロソフィー、哲学で強調され、限られたリソースを効率的に使って実践的なユーザーインターフェースを提供している。標準的なパームデバイスは以下のような特徴を持つ。クレードルと称する台座型の装置を介してパソコンと同期を取るフォトシンクという仕組みを備え、 ソフトウェアのインストールやデータの連携が容易になっている。データの同期を取るパソコンを俗に母管という。文字入力にはグラフィティと呼ばれるアルファベットを元にした一筆書きの記号を手書き入力する。これは完全な文字認識に比べて処理も軽く入力もしやすいとされている。例えば A はラムダ、B はベータのように書き込む。 のような記号も入力できる。また、入力領域を左右に分割し、左側を A 文字、右側を数字の入力に完全に分離している。これにより、1と I、O と0、5と S といった似た形の文字を同じストロークで確実に入力することが可能となっている。現在は、トレオなどのキーボードデバイスが販売され、 グラフィティもグラフィティ2となり進化している。グラフィティ2は、より本来のアルファベットの書き順を再現され、画面左端が小文字エリア、中央が大文字、右端が数字エリアとなっている。パームのオペレーティングシステム、パーム OS は他社にもライセンス供用され、IBM、ソニーなどから互換機が発売されている。ハンドスプリングも互換機を出していたが、同社は、 パーム社に買収され現存しない。現在、OS は分社化したパルムソースが開発し、各社にライセンス供与を行っているが、株式会社アクセスが2005年11月15日にパルムソースを買収し、現社名、アクセスシステムズ、Linux カーネル2.6ベースのアクセス Linux プラットフォーム、アルプの開発を始めた。アルプには、 パルモスエミュレータが内蔵されており、パーム OS アプリケーションが動く。他には GTK アプリケーション、Java アプリケーションなどが動く。2007年にアルプ搭載端末の出荷が予定されている。事実上、パルモス自体の開発は終わった。パームデバイスにはメーカーなどによって異なるが、以下のようなソフトウェアが標準搭載されている。なお、 ソフトウェア環境の使用を広く公開しており、専用のプログラミング環境、コンパイラとエミュレータがセットになっているも、無償で提供されているものもあり、世界中にフリーウェア作家が存在している。またパームの欠点とも言えるリソースの少なさは、逆にプログラマーたちの創作意欲をくすぐるのか、他の PDA と比較しても、全般的にフリーウェアの感度は高いとされる。 しかしその一方で、PDA 発のコンピュータウイルス、トロイの木馬が発見されたのも、この OS である。旧来の機種は、フラッシュメモリ容量が 4MB や 8MB で、メモリカード非対応となっていたが、最近の機種では、標準で32から 128MB になっている、他、SD メモリーカード等のメモリカードにも対応し、フラッシュメモリーを搭載した機種もある。 ハイエンド機のスペックは一昔前のポケット PC とさほど変わらない。メーカーによってはデジタルオーディオプレイヤーやデジタルカメラ GPSi、5Bluetooth といった付加機能を搭載している機種もあり、一部にはバーコードリーダー組み込みとなっている製品もある。近年では腕時計型やハードディスクを搭載した機種も発売されていい。一方で、 元々の実用本位な設計理念もあって、非常に安価な機種も多い。また、先発であることや、全出の開発環境が無償提供されていることもあって、ソフトウェア資産の豊富さでは他の PDA から突出している。しかし、ハードウェアの進化に比べて、OS の進化は遅れている。パームが登場した時代には、シンプルなハードウェア、アーキテクチャでシンプルなユーザーインターフェース、 シンプルなソフトウェアを駆動するというコンセプトは確かに正しく、また成功を収めたが、現在ではややアンバランスなシステムになってしまった感は否めない。さらに、後発のポケット PC と競合するうちに、日本の PDA 市場そのものが高機能、携帯電話に押されて縮小傾向となり、2002年9月、パームコンピューティング社をはじめとする、 海外メーカーは市場から撤退してしまった。その一方、アメリカではパルモスを採用した携帯電話が登場している。北米市場においては安価でシンプルなジレシリーズ、ビジネスマンに人気のタングステンシリーズ、スマートフォンのトレオシリーズが比較的好調に推移しており、パームの売り上げも半分以上がスマートフォンとなった。なお、日本で W03 など、 スマートフォンが本格登場し始めたのはクリー撤退後である。パームデバイスを提供している板メーカーと製品ブランドの一覧。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。